はい、皆さんこんにちは、ボリソップでーす。はい、皆さんこんにちは、ウキョウです。いやもうね、すっかりね、暑くなってきましたね。そうですね、暑い、本当に暑いです。どうなの、暑いの。暑いのちょっとダメかな。ちょっとダメなの。そうそう、僕もね、全然ダメなんだよね、暑いの、耐えられないんだよ。あ、今日ね、ちょっとね、外歩いたらね、頭がね、ちょっと痛い。え、嘘。頭に絞られてるような感じ。そう、今でも痛いな、ほんと。すく減らしたの。でもこの、でもダメ、でもこの下はあのバージの、あの働いてるの成分からこれちょっとダサすぎだから、これを今日これのままにしたいなと思います。でも今日はね、なぜこの服にしたかというと、ちょっと見てください、みんな見て。で、これあの新しく買ったやつ。今日新しく買ったやつすごいお気に入りなんだけど、今日なぜこれを着てるかというと、あのあれなんだよね、山梨の人たちが帰っちゃったの。いつさっき。さっき。そう、だから見送りに行って、ちょっとあの本気を出そうかなと思って、あの新しい服を着たんだよね。あ、そういうことです。うん、そうそうそう。うん、だから今日はちょっと暑くてもこれで我慢してきた。頑張ってね。うん、もう頑張ってきた。もう頑張り終わったんだけどね。はいはい。そうですね。はい、あ、そういえばね。何？明日からね、晴れ休みなんだよね。あー、ですよね。そう。うん、なんかある？予定。なんか予定っていうか、うん、どっか行くの。ありますね。お、ラスベガスに行きます。え、どこ。ラスベガス。マジで。おっす。本当に。本当本当。ラスベガス。はい。え、何、本当、すごい。え、すごいすごい。何がすごいの。いやいやいや、場所がすごい。ファン、そのファンシー、なんかファンシーっていうか、あのちょっと大人の匂いがするところが大人の匂いっていうかがすごいなと思って。まあ、あのなんかなんかいろいろなんか、うんうん、あのカリフォルニアとか、はいはいはい、ニューヨークとか、うんうんうん、あのラスベガスとか、あの他のなんか、うん、州もいろいろチェックしたんですけど、なんか一番安いところがラスベガスラスベガス安い匂いしないんだよ。安い感じしない。あ、チケットがね。あ、そうか、そういうことか。はいうんはい、うちはね、シカゴに行く。あ、シカゴ、ね、シカゴに行って、で、あのそこからからのシカゴも隣でしょ。そうそう、でもからの、そうからのからのニューヨーク。うん、ああ、ニューヨーク。ああ、じゃあ私は、うん、あのシカゴに行って、うん、あのなんかそれからラスベガスね。まあまあね、まあここ、まあ、飛行機もね、そう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 、飛行機不便なんだけど、ね。そうそうそう。ニューヨークはあれしに行く。あれ、ラブライブの政治巡り。え、だってもう一回したことある。ない。え、ないの。ない。ニューヨークにまだ行ったことない。え、本当？うんうんうん、本当本当本当。ああ、そうか。だからすごい楽しみ今から。うん、ですよね。結構ね、あの私はちょっと行きたい気分ね。結構ね、気合入ってるよこっち。もうそうですね。そうですよ。そうですね、あ、そうです。多分ね、みんなね、ちょっとあのなんていうの、あのここなんでこの場所なのかについてちょっと迷ってるかと思うと、モテるかもしれないんだけど、そうですね、今日ね、なぜ場所が変わったかというと、なんででしょうね。さっきね、いつも使ってる音楽教室を行ったら、はい、We are closed つってそう、だからね、緊急にもう緊急にあの場所を変わったっていう。今この場所はね、多分ね、あの ACGA っていうアニメ部のみんなを見たら、うんうん、まあ、知ってるかもしれないんだけど、そうですね、 IMU の某教室でございます。某教室、某教室、そう、某教室って何。そう、まあね、まあ場所変わったけどね、そうですね、ちょっといつも通り元気でやっていきましょうよ、はい、いきましょうね。じゃあそれでは、はい、タイトルコールいきますよ。いきましょう。それいけホークスタジオ、せーの、スタートでーす。この番組はアイオワ大学日本語プログラム JSSC の提供でお送りいたします。おお、ありがとうございます。これ毎回言いたいだけそうですね、はい。じゃあ早速ですが、はい、ここで新コーナー、ね、新コーナーです、はい、ですね。そう、せーの、せーの、ホークスインフォー。おー、せーのじゃなかったけどせーのじゃなかった。じゃあもう一回行く。いや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 、そう。あ、そうね、今日はね、本当にね、時間ないんだよね。もう武教の終点にまず30分くらいなんで。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫？はい、大丈夫。さっさとスッと行ってみましょう。はい、スッと行きましょう、うん。まあね、この、まあ、このコーナーは何のコーナーかというと、まあこの番組にね、メールが届いてない場合にも進行ができるように勝手に始まったコーナーでございます。人気あるかないかよく分からなくなる。まあ最初だから、最初だからしょうがない。まあまあしょうがない。まだではメール数ゼロ。そう、ということで、もうね、もう最近ね、もう春休みを利用していろいろ新コーナー考えようかなと思ってるね。うん、そうですね。あ、ではね、早速なんですけど、今回、はい、
なんとね、ゲストが来てまいります。この通り、この通り、椅子も置いています、はい、こっちの距離もすごく、うん、なのにすごい距離で、当の本人が今自撮りをしてます。今本人が来る、うん、おいでよ。それでは来て、ね、紹介しますね。もう準備、今週のゲスト、ソン・レイナさんです。ちょっと緊張してる？緊張してる？何も言えなくなった。大丈夫です。カメラに向かって自己紹介。はい、自己紹介お願いします。緊張しなくていいですね。別人、アメリカ、リラックス、日本語、日本語、リラックス、いやいや、リラックス、レイナゾーン、ソニーな、何でもいい、どうでもいい、レイナゾーンと申します。よろしくお願いいたします。イエーイ、レイナさん。まあレイナはね、まあみんな多分これを見てる人も、まあみんなご存知だという、そう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 、と思うんだけど、まあね、JSSC も、まあ、日本語専攻も、まあ、今参加してるんだけど、何でそれ触って、何でそれ触るの。まあ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 ね、まあまあね、うん、はい、じゃあね、早速ね、コーナー やっていいですか。どうした、緊張してるの？めっちゃ緊張してる。大丈夫ですか？顔赤い、顔赤い、めっちゃ赤い。大丈夫ですよ。大丈夫です、大丈夫です、リラックス、大丈夫です、リラックス、大丈夫です、深呼吸、深呼吸、よし、はい、じゃあね、まあ、あのホークス、はい、まあね、ホークスインフォ、まあ、どんな番組かというと、あの、まあ、このさっきも言った通り、この番組、はい、メール届いてない場合にも、あの進行できるように、はい、勝手 に、あのパーソナリティの2人が、そうそうそう、紹介したいことについて紹介しますっていう、そうですね、完全に無謀なコーナーでございます。実はこの新コーナーのことについて、うん、きなの今初めてです。うん、そう、俺も夕べ考えた。考えたの夕べ。すごいですね、うん、君。あの夜1時。朝でしょ。朝、そう、朝、もう朝。朝ね、あ、朝だ。朝。はい。はいはい。じゃあね、まあ今日はね、これについて紹介したいと思います。何でしょう。これって何でしょう。ビアヒ。まあ、字が汚い。ちょっと。字が汚い。ひな祭り。ひな祭り、うん。今日はね、ひな祭りについて紹介したいなと思います。ひな祭り、本当に字が汚いですね。ちょっと字をディスらないでくれる。字をディスらないでくれる。はい、まあね、まあね、ひな祭りとは、まあ、まあみんなこれ見てる人も、まあ、日本文化に興味があったりですよね。するかもしれないから、うん、知ってるかもしれないんだけど。私は知らないです、ね。先週はね、まあ3月3日の時。三三。三三。あ、そう、今度3回目なんだよね。3回目にあの3月3日の行事を紹介するというのを。いや、今は3月3日じゃないんだけど。今はそうじゃないんだけど、まあ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 、まあ、3月3日はね、はい、3、3ね、ひな祭りでございます。ひな祭り、はい、ひな祭りは何でしょうか。ちょっとね、ひな祭りはまあみんなひな祭りってどんなイメージがあったりする、あるの。やっぱ女の子、女の子、ひな祭りは女の子ね。あとあれでしょ、お人形とか。そうそう、お人形飾るよね。あ、そうそうそう、うん、そうそう、それやっと喋った。やっと喋った。いやね、別にゲストいらないと思って、うん、っいやいやいや、喋ってよ、喋ってよ、一人で喋ってるし、ガンガン喋って、ガンガン喋って、ガンガン喋って、うん、気にしない。自分のなんか、うん、何すればいいかよく分かんなくて。喋ればいい、喋ればいい。何を、ルームツッコミとか。ルームツッコミとか、ルームツッコミ。まあね、まあ、ひな祭りはね、これちょっと簡単な説明をしたいなと思いますね、うんうん、まあ、これはね、毎年3月3日に行う女子の健やかな成長を祈る節句の年中、うん、年中行事、行事でございます、うん、じゃあうちの祭りね、そう、多分こっちは、あなたはいらないね、こっちは多分あんま関係ないなと思う。寂しいです。ちょっと、うん、いや、少したい。でも ひな祭り一緒にお祝いしたい。ひな祭り、うん、ひな祭りで言えばやっぱ人形ですね。人形、そう、綺麗な、しかも人形、うん、怖くない？怖くない？どこが怖い？いや、そのなんか人形って怖いじゃん。あー、でも怖い人形もあるね。呪い、怖い人形は確かに、人形、でも多分人形だったら普通に怖いよ。いやいや、なんで、なんで私も一応人形買ってる、うん、あ、でもそのひな祭りの人形じゃなくてね、普通のドールとか、そう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 、なんか写真見た、ボールジョイントドール、写真見た覚えがある。ダメ、何手ちょっとキモ、ちょっとキモ、ダメ、ひらダメですか、引かれた、人間すぎ、あー、そういうことはあるよね、うんうん、人間すぎ、人間すぎ、人間すぎっていう感じがしますね。まあでもね、これね、あの人形って言ったら、まあ、これひな人形って言うんだけど、
これはねちょっとね昨日調べたところ、うんうん、ちょっと面白いところがあって、あの人形が男と女の子の人形があるじゃないですか。 それの読み方がちょっと面白いんだよね。えで男のひな人形がオビナという、オビナ、オビナ、そうで女の子の人形がメビナっていう。メビ聞いたことないですね。うん、俺も昨日びっくりした。聞いたことないです、うん、そうオビナとメビナ、メビナっていうのが昨日聞いて調べた、調べた。そう、それはこれはちょっとみんなに紹介したいなと思って。聞いたことないですね。聞いたことない。うん、漢字？漢字？うん？漢字？カタカナ？漢字、漢字、漢字。漢字？そう、書く？書いた。字がちょっと難しいんだけど。書いて説明してください。はい。うん、お願いします。じゃあ字、字綺麗なあなたが書いて。わかんないだよ。あるあるある、ここ。わかりませんよ。何これ、難しい。だから書きたくなかったよ。だから書きたくなかったよ。何これ難しいな。うんうん、もう頑張って。あんま字が綺麗な方じゃなかったんですけど。中国人でしょ？中国人ですけど。直球、また直球できた。で中国人でしょ？そう、うちのレイナちゃんが何が特徴かというと、あの言い、あの喋る時めちゃくちゃストレートなんだよねっていう、はい、ところがすげえ面白くて。そう、字綺麗、字綺麗、ドットとかこう綺麗、ビオビナ、そうメビナ、うん、っていうのが昨日調べてると面白いなと。こっちとこっちの感じで書き方が違うんですけど、ルブも中学生なのに、うん、はい、中学生なのに、すいません、一応すいません、すいません、はい、まあ、私もあんまり、うん、あんまり綺麗じゃないですけど、まあね、これは、まあ、このひな祭りっていうのは何に使うと、はい、使うかというと、まあね、汚れをね、汚れ、汚れ、汚れ、そう、汚れを払う季節の行事でもある、はい、そうです。つまり、ね、なんていうの、その、まあ、人形を 作ることによって、はい、こうなんていうの、子供の、はい、子供のあの悪運とか汚れとかを人形に移るっていうのが、代わりみたいな、そうそれの本質らしくて、うん、それちょっと面白いなと思って。面白いですね、そう、はい、うん、初めでした。俺も初めて、昨日初めて、はい、そう、はい、ということで、はい、以上ね、まあ、それでは、ね、皆さんもね、何か私たちに紹介してもらうことがあったらどんどん送ってきてください、はいはい、お願いします。コーナー終わり、終わり、はい、このコーナーは終わり、はい、はい、はい、それではここで一曲ご紹介しましょうっていう、その前に、その前に、その前に、え、その前に、今日、まあ、3月3日はひな祭りなんだけど、はい、今日はね、今日と言ったら、実は、今日と言ったら、もう一つ大事なことがあります。まさか、え、何、あー、ね、そういうことか、何度、うちの、今ね、あのカメラの後ろにいる、はい、イモ君の誕生日、誕生日でございまして、はい、おめでとう、イモ君、ちょっとさっきね、あの、直球にケーキを買ってきた。そう、晩ご飯じゃなかった。晩ご飯じゃなかった、ごめん。はい、そう、そ、あとね、これね、イモにね、イモにね、好きな味をね、あの、選んでもらいたいなと思って。イモね、アップル、レモン、チョコレート、チョコレート、チョコレート、ピナバーツ、どこが好き？どっちが好き？どこが、どっちが好き？レモン。じゃあレモンを、あ、じゃあこれレモンだね。これ、なんかちょっとめちゃくちゃになってるよ。はい、じゃあ、あ、じゃあレモン、あ、あの、綺麗な形にしたらどうでしょうか、はい、ということで、レモンの誕生日、はい、誕生日おめでとう、イーモン君、わい、あんま綺麗じゃないケーキだけど、あんま綺麗じゃなかったけど、はい、はい、これは何ですか、これは後で俺らが食べよう、今食べた、ほんと、あの、イーモン君のプレゼントじゃなかった、うん、なんかでも、あの、みんなも食べさせようかなと思って、あー、イモクのおかげで、うん、ケーキ、イモクのおかげで俺らも優しい、ルムさん、ありがとう。じゃあ、いきますか、笑える、はい、それではここで1曲紹介しますね、はい、1曲パンさんお願い、え、私か、うん、君から、わ、いつもベンさん、そう、今日はちょっとレディーファーストで、あー、そっか、レディーファースト、レディーファーストのステージを行かせて、私も、あー、実はさっき考えたばっかりです、うん、どうぞ、あの先週は青シティさんの歌を紹介して、今週はね、あー、今週はやっぱ、あの、
ワンオクロックさんの。ワンオケロック。Or one o'clock. One o'clock. One o'clock さんの The Beginning という曲、はい、とてもいい曲です。熱くなった。はい。では、とてもロックです。とてもロック。とてもロックです。よし、じゃあ、はい、お聞きしましょう。はい、どうぞ。Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on, hold on. Take my hand. はい、続いたコーナーはこちらです。こちらです。せーの、ホークス教室。イエーイ。まあね、これ普段見た面白いや難しい日本語の表現を紹介するコーナーです、はい、まあね、今週はもらってない。もらってないですね。またもやもらってないというゼロです。ゼロということで、ゼロです、はい、今日はね、まだルーム先生、パーカー先生に。パーカー先生、そう、これもパーカーなんだよ。いわゆるこれもパーカーじゃない。僕パーカーはね、いつも同じ感じなんだよね。そうですね。そう、うん、そういえばそうですね。うんうんうん、そう。あ、言っていたい、紹介していいですか。はい、今日は、まあ、ちょっと今日はこれピカチュウちゃんの隣に書くか。さすが190cm。 身長イケメン。おひれをつくかな。つく、おひれをつく、つける、つける、つくっけ。ちょっと君、ちょっと君、パーカー先生、おひれをつくっていうのがみんなどんな意味なの。レイナちゃんわかる。おひれ、おひれをつく、おひれ、全然ちゃん、おひれで何、おひれをつくかつけるかちょっと忘れたんだけど。おひれって何。パーカー先生、パーカー先生はちょっと今日ダメなんだよね。まず、おひれは何。おひれ、いやいや、これ分けて意味わかんないんだけど、これ合わせて初めて意味が生まれる。ん、つける、ありがとう。今日ね、場外の、ね、日本人さん、スタジオに日本人がいるんだよね。だから今日ちょっと気をつけなきゃね。気をつけなきゃね。つける、いや、ドヤ顔して厳しい。おひれをつけるということ。おひれをつけるどういうこと。本当聞いたことないですね。おひれって何ですか。ゲッスしたいけど、どこからゲッスすればいいの。じゃあ文作ってください。ここ、あ、そうね、はい、文を作ってお願いします。いや、ちょっとそれちょっとおひれをつけた言い方やめてくんないみたいな。全然わかんない。わかんない。全然わかんない。じゃあ何でもいいか。一回ゲス。一回ゲス。うん。ゲスして。質問してもいいですか。はい。どうぞ。どうぞ。食べ物、飲み物とか動物とか。違う、関係ない。関係ない。もうちょっとね、喋る時を。喋る時。喋る時。うん。悪い口とか。うん、違う。どや。ちょっと近い。ほこりっぽい。じゃあ遠ざかった。うわあ、全然わかんない。どういう意味？おひれつける。これは何？これは何？カメラに向けて持ってしてもらっていいですか？はい。はい、答えをお願いします。じゃあこれはね、どっちかというと、はい、大げさ。お湯っていう意味なんですよ。あ、だからこれか。だからこれなんだよ。あ、そう、すごい何かを大げさに言うことは、まあ、おひれをつけるっていう言葉なんだよ。そっか。はい、皆さん。全然覚えられない。全然当たってなかった。はい。じゃあね、まあ、こんな感じで皆さんから表現などを短いな、このコーナー。そう、このコーナーいつも短いなと思ってる。そう、今日は。うん、別のもの説明したら、ん、別のものレイナちゃんは、レイナちゃんはなんかある、なんかある。いや、うちはまだ2年生の授業取ってるし、難しいことはもう全然わからないから、うん、でもなんかこれは難しいんだよ。これは難しいっていうか、授業って習わないっていう。だからここでしょうか。だから授業で B 線とかワンチャンも勉強しないと思うよ。じゃあその話しようかな。チンする。あ、そ
入れな。じゃあ帰って帰って帰ってもらって、うん、あいやうちカタカナ弱いし。いや大丈夫大丈夫大丈夫。チンス。チー。ひらがなでもいい。ひら何でもいい。ひらがなでもいい。じゃあひらがなで、うんうん、はいお願いします。チンだチンこれこれなんだっけ。そう。あチー綺麗。ほら2年生のチンも君より綺麗ですよもう。ごめん。チンする。チンする。どんな意味でしょう。どんな意味。ちょっと消す。ちょっと消す。ちょっと消す。ボディソープさん。僕ね。これな。知ってるんだよ。え、レイナちゃんに教えてもらったんだよ。そう、だからこれが仏教のワンマンチャレンジでございます。すみません。うん、すみません。すみません。ごめん。うん、あれなんか毎回の単語を。ちなみにチンは音です。あ、いや。あ、ごめん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 。チンはそうなんか音に関係がある。音です。チンは音です。チンス。叩く。叩く。違う。なんか私余計にバカじゃなかった。違う違う。余計にバカ。そんなことない。え、でもと全然知らなかった。時代発れ。やっぱ私時代発れ。いやいやいや、俺も最初知らなかった。全然知らなかった。チンス。チンス。チンス。いや。これね、でもね、結構ね、実際の意味とこれ音が結構ね遠いなんだよね。え、本当？いやいや、昔のものは似てると思う。まあまあ昔はそうなんだけど。いや、わかんない。わかんない。わかんない。じゃあ、孫先生。先生。毎日使ってる日本語で何で言ったっけ？オーブン、オーブン。ランジ。ランジ。ランジ。レ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 ンジを使うことです。全然全然チン関係ない。全然関係ない。俺最初キスするとかそういうことなの。そうそうそう、チューするしか思わない。そう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 。全然わかんない。え、何？私やっぱ時代発明。違う違う違う。これ俺も最初知らなかった。レンジを使うってことです。ああ、そういうことか。はい。冷たい食べ物とか、ああ、うちチンしなきゃいけないとか。ああ、チンしなきゃいけないって。その終わりの音と似てると思うけど。あ、似てるっすね。そうでしょ、そうでしょ。あ、全然似てない、ね、全然似てない。でもうちの電子レンジはなんかピーとか最近の最近の電子レンジはピーじゃなかったってピーとか、うん、最近は似てないけど昔のものはめっちゃ似てると思う。うちのはね、まあまあまあなるんだよね。そう、はいはい。まあね、まあこんな感じで皆さんからも表現など募集しております。お願いします。はい、はい、続いてはこちらのコーナー、せーの、ホークスニュース。早いね今日。早いね。もう一回いく。せーの、ホークスニュース。合わない。合わない。まあね、まあまあまあね。まあパーソナリティの2人が日本に関するニュースを紹介するコーナーです。はい、じゃあどうする。じゃあ僕からいきます。はい、メンさんからお願いします。はい。保育園落ちた日本死ねっていう。何そのテンション。先日、衆院予算委員会で民主党の山尾しおり議員は、保育園落ちた日本死ねという内容をブログに書き込みました。これに対してネット上で賛否両論が広がっているが、現在日本国内に存在する深刻な待機児童問題を反映しました。ちょっと難しすぎる。僕も難しいと思った。でもこれは なぜかというと、これ何かというと、これね、保育園落ちた日本死ねということを、保育園は幼稚園、そうそうそう、キンダーガーデンっていうことをブログに書いたこの議員さんが、はい、うん、の息子 が保育園行けなかった。えっ、あー、そういうことか。だからそれに対する今日本に、うんうんうん、なんていう、たくさんの子供が、うんうん、こう保育園行けないという現状を、うんうんうん、反映しましたということで、うん、ホームスクリング、まあまあそんなことなんだよ。しかも最近、最近なんだろう、お母さんが働く場合も多くて、すごい結構日本に問題になっているっていうことが、うん、そうですね、はい、内容が本当に難しい。内容ちょっと俺もちょっとさっき読めなかった。うん、うん、そう。でもそういうこと、ね、まあね、中国もね、そういう問題があるよね。そういうこと、問題、そう、問題になっていますね。韓国ある、韓国は子供が幼稚園に行けなかったりするのがある。幼稚園のバスって死んだことはある。いきなり話めっちゃ重くなった。
どうしよう。いや先生が気づかなくてその子供が寝てたの車で、あで先生が気づなくて車を影をかけて、あの酸素がなくなったっていう。そう夏だったからめっちゃ暑くて、あうわそれはつらい。で子供あそれはちょっとつらい、はい、すみませんなんかめっちゃ辛い。いやいや大丈夫。いや大丈夫です。いやだからちょっと問題があったこと、うん、あそういうことありました。やっぱ子供本当に大切に。じゃあこのこの重い空気を買うためにじゃあ君なんか、はい、嬉しいお知らせがあったりします。楽しいこと、楽しいこと、朗報、朗報、楽しいこと、うんうん、あなんか私がなんかチェックしたニュースはね、うん、私にとってとてもなんかドキドキするニュースなんだけど。あどうぞ。あのオーディエンスの皆さんはどうかな。あの実はあの昨日か先週あんま覚えてないですけど、うんうん、あのいつか2016年の甲子園の日程が決定されました。イエーイ、はい、高校野球の一大事。まあ私はあの甲子園に行ったことがないので。でもあの昔高校の時なんていうか交換留学死んだ時に野球部のマネージャーは体現したみたいな。やっぱ暑いね。暑いね。暑いね。そう野球はね、まあ、野球はね、うん、でも やっぱいいですね。野球いいよね。なんかなあの日本 の友達に聞いた話はなんていうか、うん、あのなんか高校野球は、うん、あのやっぱなあの甲子園の夢はねなんか大学より進学より大切みたいな感じ。かるなんかわかる。わかるよね。かる青春だね。そうそうそう青春だね。ほんと熱いっすね。熱好き。熱好き。熱っても天気が熱いの好きじゃないけど青春が熱いのが好き。そういうのも好き。これもあんま好きじゃないな。あそう直球出た出たストレート出たストレート。あそうなんかあの昔あの交換留学行った高校はなんかあの運動部、うんうんうん、運動の部活の皆さんはなんかインターハイとかそういうなんか強いそうなんかそういうなんだいう試合、うんうんうん、似てるのがあのなんかすごく興奮して毎日一生懸命練習して、あのそれはすごいね、うん、そうですね。ちなみに今連絡まだ取ってる？あ取ってます、はい、うん、じゃああの、はい、その人たちにラジオにあのあみんなの話したよって。みんなも卒業したのよ。あの甲子園も行ってないっすよ。いいじゃん。その人の、その人たちは、いいじゃん。人たちは甲子園の夢は破られたっすけど。なるほど、はい。それは行っちゃいけないと思うんで。また重くなったから、はい、ごめんなさい。はい、さあここで一曲をご紹介しますね。はい、まあ僕ね、まあ、春休みニューヨークに行くじゃないですか、はい、ラブライブの聖地巡りということで、やっぱ皆さん大好きの皆さんご存知のあのラブライブの曲を紹介したいなと。お前ら絶対にさブーム、お前いつラブライブの曲紹介するの。このクソラブライブ上がっている紹介するぜお前ら。はい、何の行きますよ、行きますよ、めっちゃオタク、はい、行きますよ、はい。それでは聴いてください、はい、劇場アニメラブライブザスクールアイドルムービーミューズさんでエンジェリックエンジェル、はい、おーいい曲どうぞ。あもしもは欲しくない。それいけホークスラジオ第3回、はい、あっという間にエンディングでございます。えでもちょっと台本に伝えて書い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 て、これちょっとコピーしたからそのままコピーしたんだからですね。ごめんごめんごめん。何これ、はい、何これ第3回、第3回でございます。はい、はい、今回はねあのレイナさんをレイナちゃんをお迎えした、はい、第3回でございましたけど、はい、どうでしたか。やっぱ緊張、初ゲスト、初ゲスト、初緊張してるっていうか何
何すれば全然何すればいいでも普通に喋ってたと思うよ。普通に喋ってたと思うよ。何も喋ってない気がする。喋ってた喋ってた結構喋ってたと思う。ああでも私がもっとフォローした方がいいのかな。うん、そんなこと言ったら僕の情報をしなくてごめんなさい。はい、またゲストをお願いできますか。また来てね。また来てください。はい、考えてみます。これ絶対来ないパターンだよね。よく考えてみて、はい、よく考えます。はい、普通の雑談。そう、今日はね、本当にね、あの緊急ゲストみたいな。あ、そう、緊急ゲストね。だからありがとう、ね、ありがとうね。この始まるなんか10分前とかゲストいないのって。そうですね、ありがとう。でもゲストいない来てくれてありがとう。今日本当に別に暇だったし、うん、はい、かわいいのレイナちゃん。さあ、まだまだみんな、はい、皆さんからメールを募集しております。どんどん送ってきてください。送ってください、本当に。送ってください、お願いします。本当にお願いします。本当にお願いします。また新しいコーナー考えなくちゃいけないから、はい、そうですね。はい、宛先は hawksradiojp@gmail.comcom です。はい、まあ、綴りはあそこで書いてます。はい。Hawks Radio JP の綴りは HAWKSRADIOJP でございます。はい、どんどん聞いてください。はい。はい、ということで、ここまでの相手はメールと、パニーリングです。パニーリングと、あ、レイナゾーンです。あ、ごめんなさい。また来週から忘れた。また来週、ま、いや、バイバーイ。あ、みんないい、いい春休み過ごしてね。はい。はい、また来週。また来週、バイバーイ。ベガスに来たと。これ絶対さ、イモがさ、また録画してるんだよね。そうそうそう、これまた NG に使っちゃうから、ね、別にいいじゃん。うん、それがいいけど、それがめ一番楽しい。売りポイント、売りポイント。一番面白いこと。いつもそれが楽しい。